外国の方かな。こっちがやっぱ一番近いっていうか、前多分そっち側だった。ああですね。すごいな車。ねえ、歩いたよね、なんか。正月、まあ、2024年一発目の YouTube 撮影で来ました。最上稲荷5時、まあ、もうちょっとしたら6時、なんか一番ね空いてるらしい時間帯なんで来てみたんですけど、結構すんなり撮れました。1000円、行ってみようか。あ、すいません、ここって普通に一般の人とか止めれたりするんですか？あ、それ過ぎたら、まあ、行けるみたいな。あ、そういうことですね。はい、今日は最初になりに来ました。改めまして明けましておめでとうございます。2024年辰年一発目の最初になり、時刻は6時を回る手前かなですけど、かなりの人が来てるんですけど、思ったより多くないね。はい、じゃあちょっと行きます。ねえ、ちょっとやっぱ自粛を解除したような。お賽銭をしようか。6? 6? 6? あれ？同じですね。今日で同じですよね。同じですね、なんか一緒やね。一緒です ね。なんだろう。何なんですかね。気になる。初めて見た。分かった。人が一気に来る。
押し寄せて将棋倒しにならんためになんか。普段の日も販売してるんですかね、カリントまんじゅうって。お正月だけ。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、ご利益が、ご利益が今日やったからそれでちょっとでも今日やったけど大今日やないからね。そうですね、もういいんちゃう。結構種類多かったですね。ね、環境とかだったよね。そう、やっぱ細かく厳選された中での今日。めっちゃ盛り上がってる。あ、うまそう。になりますね。もうこの時期だけみたいな感じのお店は。そうですね。いつまで やってるんですか。1月。いつまで、大体成人式の日までやっとるんですか。あ、そうなんですね。これ多分こっち側からはもうダメなんだろうね、向こう、帰るのはこの渋滞は。めっちゃ渋滞してますね、うん、多分これは多分中に入ろうとしてる車だと思うんだけど、多分これからね多くなるんでしょう。